さあそれでは雨の中行われた今日のゲームハイライトです。雨が上がった後マウンドに上がったのは久々の勝利にかける美馬投手の復帰登板でした。立ち上がり福田を詰まらせたライトフライ、そして宗をセカンドゴロに打ち取って吉田フォアボールの後杉本、昨日ホームラン打たれてましたから嫌なところもあったんですがしっかり立ち上がりましたね。黒田さん、そうですね、まあ、しっかり自分のボールを投げれたと思いますけどもね。でオリックスの先発はロッテ戦今シーズン非常にピッチングを続けている田島なんですが、内野安打フォアボールでチャンスを作るもエチェバリア三振と、こちらもストレートがキレに切れておりました。1回は0と両チームなったゲーム、しかし2回美馬投手がこの回デッドボールから始まってピンチを招いてルーキーの北、この辺り山田さん素晴らしい当たりになりましたね。反対方向ですけどもね、しっかりこう長打を受けるこの力ですよね、素晴らしいですね。北のタイムリーで先制したオリックス、さらには若月にも回ります。今日スタメンマスク、ここも打って結果を出します。まあ、美馬投手がこれで3連打ということになって2対0、ちょっと嫌な雰囲気があったんですが、この後踏ん張りましたよね。まあ、ここですよね、ここ2点で踏ん張れたっていうのは大きかったですよね。でその直後2点を失った後、今日スタメン岡大海のこの辺り、回の先頭でいきなり9ベースを打ちます。そして山口のライトフライで3塁に行った後田村のファーストゴロ、まあ、ロッテはヒットの後アウト2つで1点を返します。まあ、これも岡選手のねこの1本目のスタートですよね。はい、でロッテとしてはこれで終わりませんでした。藤岡がツーベースを打って1番に帰って荻野のライト前、これで同点になります。これはツーアウトから大きな同点、美馬投手のこの表情さらに続くんです。ブラックスマーユニフォーム、打率4割藤原、4月10日以来の第3号のツーラン、4対2と花火を打ち上げました。一気にここでマリーンズに流れが来ましたかね。いや素晴らしいホームランでしたよね。そして3回です、美馬投手やはり吉田、その後の杉本というのがポイントになってくるところですが、クリーンナップ、援護をもらった直後の三者凡退なんですね。山田さん、ここで復調しましたかね。まあこの辺でね少しこうリズムが出てきましたよね。はい、本当に要注意の3人をきっちり3人で片付けて岩投手が3回まで2失点、さらに5回、この回もですねヒットフォアボールランナー2人ためるんです。雨も強くなってきた中で T 岡田のこの当たりをライト岡今を救います。これは大きかったですよね。落ちていたらというところですもんね。しかしまだ満塁で1打席目タイムリーを打っているルーキーの北ですが、チェンジアップで三振、5回4安打6四死球も2失点でこらえました。6回は2番手田中康弘、このフィールディングも含めて三者凡退。さらに7回になりますとベイスターズからトレードで移籍してきました国吉投手の移籍後初登板、公式戦デビューとなりました。改めて山田さんどうだったでしょうか。いやまあ相当ね緊張あったと思うんですけども、まあ、ただねよくこうランナー出しながらですけども粘ってゼロに抑えたっていうところですから、はい、まあ、ほっとしますし、まあ、これでやっとこうチームの1位になれたっていうところでしょうかね。吉田内野安打、杉本フォアボールの後いい岡田は見逃し三振、しかもこの雨の中足立をピッチャーゴロに打ち取ってデビュー登板はゼロ、しかも勝ちパターンで井口監督を送ったというところに意味がありそうです。さらには8回後半戦もやはりセットアッパー唐川投手がいない中では佐々木千早、北の当たりはいい当たりもナイスライダー、さらには代打西野レフトフライ、そして代打ジョーンズセカンドフライ、3人ピシャリ、後半戦も良さそうですね。良さそうですね、まあ、本当にこう堂々としますよねマウンド上でね、はい、そして9回はやはり守護神この増田も後半戦初登板、久々のマウンド、この福田がナイスアイディアという感じだったんですが、ファースト三木からセカンド中村翔吾の呼吸ピシャリでした。そして宗、さらには吉田と
増田投手が3人パーフェクトリリーフを見せて4回に6手逃げ切り、6回以降出てきた今投手の後を受けた4人のピッチャーゼロを並べて頭止まり998勝目、そして藤原ヒーローとなりました。